はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。聖剣伝説レジェンドオブマナ第6回やっていきたいと思います。まずはワールドマップへ行って、でアーティファクトが結構あるんですけれども、ちょっとワッツのところに行ってなんか売ってないかだけちょっと見たいんだよね。とりあえず置くだけ置こう。魔導書とか、魔導書はちょっとこっちの方、いや適当、まずはちょっと全部置いちゃおう。なんかあんまり持ってるとアーティファクト手に入んないことがあるらしいんで。これなんか王宮だな。あ、魔法都市じゃねえかよ。なんかダンジョンなんだかさ、あれなんだかわかんないのね。つくよみの鏡はだって結構かっこいいよね。まあ、魔法キャラっていうよりは今は完全に武器キャラだからな。レイリスの塔で錆びた怒り、錆びた怒りってどこに置けんだ。ここの海の隣とかに置けんのか。まあ、怒りだからね、海系のイベントだと思うんで。ちげ、また町だった。もうもはやわけがわからん。とりあえず行きたいのは、じゃあ鉱山。てか町出たからさ、そっちにもなんか武器屋とかがあるかもしれないけど、でも武器といえばやっぱりワッツでしょっていうね。なんだ、矢印が出てる。アナグマ特急便、いやいやいや、ここに連れてこられんのかよ。帰りてんだけど、普通に返せ。グマじゃねえよ、ダウ。いや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 、めんどくせえんだけど。ここまで来たら詩集読んでやつを呼び寄せてちょっと返してもらおう。こいつの詩集なんてマジどうでもいい。アナホリタン団長、感想なんてないよ。え、素晴らしい。ちょっと訳してくれてさ、帰りたいんですけど。いやもうなんかないやん。え、帰れないの？ちょっとめんどくさー。どこだっけここ。そうだな、こいつら出てきたな。火のドラム、お、二人に当たった。ひょえ、あ、やけどみたいな、なんとか。あ、経験値落とした。珍しい。竜の骨飾りってさ、大したアイテムじゃなさそうだよね。意外に硬い。拾え。拾わなくてもある程度はレベル上がっていくのかな。こっちがレベル上がれば。でこの広場に出てくるのか。でも戻ろう。あれ、どっから戻んだっけ。こっち。あ、この現実なんかそれさ、暗闇の中に光があるみたいなこと言ってたよね。くまなく調べよう。いや、わかんねえや。光なんてどこにもなかった。モグラ部隊か。これなんか複数の敵にダメージ当たんないよね。いても、いや魔法は当たる。魔法使えばいいのか。ちょっと待って、痛い。
いけ、経験値を拾った、拾って拾って拾わない。てか戻るのに超苦労するんだけど。でここ玉ねぎ剣士が多分いたとこだよね。危ないよって言ってたとこ。よし戻ってきた。うわお前忘れていたよ。いつも忘れるこいつの存在を。金のフルート多分範囲じゃなかったんだな。そっか範囲があるからそれに巻き込まないといけないんで、魔法はちょっとそれが厄介だね。全体とかその誰にやるっていうのが表示されないんで。ちょ待って待って待って、忙しそうだな。話せるのこれ。ここに来る。いつか使い慣れたハンマーがなくした。ハンマーを見つけなきゃいけないのか。武器の作り方、おおいいねいいね、来てよかった。ワッツのハンマーでどこにあるの。ちょ待って、ここでなくしたの。あ、アイテム買えんじゃん。スチールだ。あ、なるほど、超強くなる。プラス8とかプラス13とか600円ほぼほぼ全て使うな。一応スチール系か。いやー待て、ま、全部上がるは上がるから別のやつやってみる。振りが速そうなの。ダガー速そうだよね。振りがちょっと攻撃力はやっぱ弱いけど、遠距離攻撃の弓矢とか今よりは強くなるからどうなんだろう。いやーちょっと待って、いやちょっと遠距離攻撃やってみよう。でブロンズよりはスチールでしょまたひたたたがなくなった。まあいいや。でこれ何、ノーヒント。ハンマーってダイアリーを見てみよう。なんかどっかにヒントないのかな。ワッツのハンマー、ワッツがなくしてしまったハンマーを探し出す。知らねえここにあるのかここにないのかもわからん。弓、えってこれ今当たっちゃってるから。永遠にこれ届くんだけど、悪くないぞ。ちょっと強攻撃もやってみたいな。ハッツのハンマーがさ、ほんとここにあるのかどうかが疑わしいからな。でもこいつここにしか行かないよね。行けるとこだけ行ってみるか。ちょっと待って、強攻撃わからん。ただ間合いを詰められるとちょっと微妙だな。ここらさん、あいつをおとりにして悪くないんじゃないかな。あいつに取らせられる。しかもなんでこっち寄ってくんだよ。でこっちは現実、現実は怪しいよな。やっぱり現実にハンマーが起こってるとか、闇の中に光があるのですって言ってたやつ何なんだ。そんなものどこにもないじゃないか。で橋渡ってスタへ降りて、ちょっと左の方に行こう。現実、いやないわ。ノーヒントっていうところがきついよな。2階、ほら超難しい。軸がわからん。だ安全だな。ほいほいほい、三連射をしても全然問題ないし。当たるのが難しい。ただ
取れよ。これ取らないと終わんないからね、戦闘が。ってことはその魔法キャラよりは戦闘キャラにした方が、引きつけてくれるから指が生えそう。上しか行けないか。結局なんかボスの方に向かっちゃってるけどさ、そのボスがいたところ、ここ出てこなかったっけ？出てきたよね。これ橋の上から抜けるのかな？わかんないけど、なんか。当たってる。いや、弓いいな。強攻撃だけちょっとなんとかしたい気がするけど。スカイハイアローつけとこう。R1 にしよう。前方中範囲ダメージ、来たな。モグダ野郎、俺のスカイハイアロー見よ。おお、なるほど、結構いいな。範囲攻撃はいいね。弓いいぞこれちょっと弓に目覚めつつある。純粋に強い。アウラだ。あ、楽器弾けってこと、まあ、やってみるか。アウラって何？不思議な曲にしよう。炎のフルートしかないからね。主旋律。楽器最大8つもないし。少し興味がある。別の曲にしよう。楽しい曲。主旋律。じゃ、楽器選べねえから。気に入らない。不思議な曲か、まあ、少しだもんな。でも瞑想しない、やっぱ無理か。消えてしまった。てかハンマーどこだよ。楽器はまだまだ種類がなさすぎるからな。一応ちょっと洞窟だけは探索するか。あれ、これハンマーっぽくね。これハンマー発見。よっしゃ、最後の最後に来たとこだよ。ここ帰るか。ハンマー持ってきたぞ。てかこいつ動き回るかな。一点に集中しとかないと。ここが やりやすいか。あは、出てしまった。速攻で離す。 OK、 わしのハンマー。ワッツのハンマー終わり。家に行けば作れるようになってんのかな。まあ、特になんか手に入れたわけじゃないんで。製作所はなんかこっちの方だよね。おお、ワッツ武器作成室。武器の作り方も教えてくれる。武器防具作成。作成はハンマー。正しく打てば正しく響く。ハンマーさばきが命。打ち続けよう。
打ち続けよう。これ何？質問する。武器の作り方。取材料ハンマー。質問する。改造の仕方。シークレットパワー。能力値ボーナス。属性レベル。なるほど、やめよう。そうはいかないのに。なにこれ、いかれてんだけど。何回やればいいの？あ、指導を全部聞けばいいのかな。作成のコツ。質問する。あ、間違えた。これはもう聞いた。作成のコツ。改造の効果。効果がすぐにわからないこともある。シークレットパワー。変化のエネルギーが表に現れる。 OK。メノス道。もらった。終わり。これ外か。外からか。まあ、多分大して今はないからね。ちょっとドミナの街行って、最初の方にいたやつ、ルリだっけ、あいつなんかいないのかな。もうニキータのイベントをやってしまったからもういなくなったのか。酒場に寄ってみよう。こいつだよな。こいつは何も言ってこない。あ、いるじゃねえかよ。一緒に探す。一緒に行く。それじゃあここで。そうだね、仲間は2人までだ。2人っていうか全部で2人だからね。どこへ行くの。外へ行ってみる。ワールドマップ。いや、街であれか？情報収集か？そしてこのルリどれくらい強いんだ？港町ポルタに寄ってみよう。なんかいい武器。でもまあ、スチール製が売ってるようになったからね。それでまたすぐにランクの高いものがあるわけではないと思うんで。ショッピングマリーナ。この辺で取れた鉱石か。あ、なるほど、鉱石買って高え。それで武器鍛えるのか。幽霊、泥棒、幽霊だな。あれ、なんか来た。幽霊なんていないわよ。こいつと話すとなんかまたイベントが進みそう。いや、そんなことなかった。ポルタ入江。いや、それよりなんかさ、ここのショッピングセンターでなんか買いたいんだけど。アイテムを買う。ミスリルじゃねえかよ。あれ、そう、ミスリルの方が全然強いね。俺は何のためにスチールを買ったんだ。金がなさすぎるからな。防具が今しょぼいからどうしよう。なんか結局さ、弓使ってるけどさ、なんか他プラス14とかはやっぱすげえ魅力的だな。スタッフ、ヌンチャク。ヌンチャクちょっと微妙だな。プラ5にしかならない。アックスやっぱ強いよな。15だからね。
ランスか。槍。槍買ってみっか。また必殺技を覚え直さなきゃいけないから。まあ、いろいろ使ってみよう。とりあえず。で、金をちょっと貯めて、ミスリル系は揃えたいな、じゃあ。今後の戦闘のために。持ち物売ろう。ポロンの弓矢は絶対いらない。岩盤定員。これもいらないんじゃないか。売ろう。風の帽子もいらない。ブロンズシールドも結構いらない。今装備してないやつは売ってしまおう。ブロンズソードもいらない。フルート結構高えな。それは買ったの。そもそも高かったかな。ブロンズブレード。ブロンズ系はいらない。スチール棒は一応持っておこう。ミスリル銀。てかミスリルから作れるじゃん。思ったけど。バリガーとか180円にしかなんないんだよ。ジャコビニ隕石は結構高えな。まあ、1個しかないものはちょっとね、持っておきたいしね。あ、こっち、こっちか。右側じゃなくて下に持ってる数が載ってたわ。ちょっと肉とかもまだ何を買えばいいのかがわからなくて。ミスリルアーマーが欲しい。600円。なんか売ろう。20円くらい。なんとかなるっしょ。2つ持ってるやつ。獣の骨1個よ。よし、これで649。で、そこからアーマー。16でしょ？どんだけ上がる？だからどんだけ上がったんだかよくわかんない。プラス3、プラス4、プラス4。いいね、強い。じゃあちょっともう一回町へ戻るか。まあマーメイドのなんか幽霊のやつはイベントが起こりそうだったけど、ちょっとせっかくだからドミナの町へ行って、で、あの酒場の姉ちゃんともう一回話してみよう。全然喋らなかったやつ。あとなんか右上の方からこいつ出てきたよね。これをアーティファクト、翡翠の卵、いきなりくれたんだけど。真珠姫の香りがする。急ごう。よし、行こう。この子が何で持ってんのかはよくわからん。じゃあ早速置きますか。で、こいつが強いのかどうかだよね。あとでちょっと見てみよう。翡翠の卵さ、これ結構後に置いてるよね。しかも遠いし、もうもはや。家の近くに置きたいな。ここだったら家から2マスだ。ここに置こう。これ洞窟っぽいな。メキブの洞窟。よし、入ろう。魔法都市もまだ行ってないな。迷子のプリンスです。玉ねぎ剣士がいる。きらめきを感じる仲間、真珠姫か。とにかく急ごう。レベルは15。強い。何でも聞いてよ。はこれ何、序盤なの？アビリティ関連ボタンの連打。いや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 、待て待て、今さらあるよ。もうパワーアタックには攻撃がつながる。謎の技につながる。コマンド攻撃、アビリティを組み込める。へえ、難しいね。難しい。俺だってできない。ちょっと待って、ボタンの連打でさっきのボタンがわからないっていうのをやるとなんか教えてくれるのかな。ある。あ、ないってやると教えてくれるのか。あ、でもこの話になってるからな。コマンド攻撃って何？波動拳みたいなのがあるのかな。ボタンがわからない。
プション、なるほど。必殺、それ今更聞くことじゃないな。さよなら。これ何、最初のダンジョンなの？俺最初ニキータやったけどさ、やっぱ最初こいつを連れてくるべきだったんだ。ただまあやり長っ。あ、なんか、え、何、どういうこと？やりはじゃあこれだな。スキーを連打が一番いいな。槍だったらさ、あ、でも攻撃力が高いのか。やっぱ直線的だよな。宝箱、トカゲの肉。草人がいる。ここあんまり人来ない。え、なんだこいつ。ブニュ。あー、これあれか、戻される系のやつか。超騙された。下から行こう。さらに下か。また強い。いけ、ピヨった。最初のダンジョンとはいえあれだ、なんだ、あの後の方に置いてるから。やばいやばいやばい。やっぱ弓のが良かったか。うおー、経験値、ちょっと待って。うおー、経験値くれ、経験値くれ。弓の方が安全に戦えるね。まあ当たり前だけど、遠距離だから。また敵か。俺には必殺技がないんだ今。これ長い、確かに。安全に戦える。十文字弾当たった？当たってなくね。広いとこに出てきたけど、上か。あれ、こいつまたいるの、なんか話しかけたくない。うつろな瞳。どっちへ行ける。こいつポトっぽいな。カニ好き、つえ。経験値のあれがわかんねえな。誰が高い経験値持ってるの、謎すぎる。連打するとちょっと槍は弱い。やっぱ槍はもう一戦。こいつ何使ってる、探検使ってる。これ剣か。スターダストスロー。スローってことは槍を投げんのかな。もうもはや分かんない。あんまり細かく書いてないよね、説明が。あ、でここに来るのか。ちょっと待って、だってこいつ戻されるでしょ。下のやつに話すか。またここ敵出るよね。やってみよう。スターダストスロー。おお、いいね、強い。この範囲系いいよな。一掃できる。雑魚的にはいい。まあボスはちょっと反対の方がいいんだろうけど、やりちょっと早い気がする。あ、そう、連打打ちが。スリル製だからね。でここが2階でしょ。上とかも、まあ、行く道はないから。話しかける。超やだ。
ブニュ。いやいやいや、マジで。どこへ行けばいいんだ。やつに話しかけんな、もうやめよう。分かれ道的なものはあとどこにあったっけ。こっちも行けるわけではない。あ、ここ行けんじゃん。あれどこだこれ。宝箱ある。つきつきつき、せいせいせい。パワーアタック何。あ、これか。吸血鬼場、ここは本当宝箱だけだな。まあちょっと見づらい入り口だったからね。正規ルートではなさそう。で地下2階、これ上とかがあんのかな。スターダストスロー、くらい。3に入った。これお前の経験値だ。これ全然取らない。55。この上とかいけねえ。とりあえずこいつだぞ。好き。本領的ちょっと厄介だな。あの軸が分かんない。探検家やっぱりなんか早いよね、振りが。こっち側もういけんじゃん。地下3階。はいはいはい。またのはね結構ヒットポイントがある。経験値とエリアルブレード、おお強いね。経験値、マタンゴめちゃくちゃ経験値持ってんな。なんかこの怪しい宝箱、あからさますぎるぞ。蝶の羽、空洞。おお、こいつは噛められそうだ。しまった、ちょっと外からはめ。痛くはない、俺じゃなかった。あ、これはもうなんか技使ってくんだよね。光ってる時ってさダメージ当たんないんだよ。外から与えられる。あー、これこれ、この時はねダメ。やっぱりハム倒すには攻撃は重い方がいいのか。いわゆる昼道みたいなのは。あいつ何で真正面に行ったよ、アホか。しまった、いやいやいや、アホは俺だった。懐に飛び込んだ方が正解だったのか。弱かったな。ちょっと待って、俺潰されたんだけど。くれ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 。どこだあれ。ルリ君、核は傷ついていないか。こいつも核持ち。一人でうろつくなと。考え事をしていた。今は考えなくていい。いや、これはかばおう。あんたは黙っててくれないか。いや、お前が黙ってろ。この人は探すのを手伝ってくれた変わったやつさ。お礼なんかくれ。
お兄様なの？石の目玉とか嫌がらせとしか思えないんだけど、お礼にさ石の目玉とかもらってもさ、何なの？蛍袋のランプはまあまあまあ良さそう。迷子のプリンセス終わり。はい、というとこで、なんか迷子のプリンセス、なんか一番最初のイベントっぽいよね。もうずっと放置してたけど、まあそんなわけで、とりあえずただまたアーティファクト2つ手に入れたんで、まあこれを使って、こんなんさ渡されてもお礼ですとか言われてもさ、ほんと嫌がらせだよね。というわけで、まだあと行ってないところ、魔法都市ジオとかもちょっと覗きたいんですけれども、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。